こんにちは。東京日本橋生き物を楽しむ学校の伊藤靖子です。今日もスタートいたしましょう。今日は個性に合うお土産選びということです。早速スタートいたしましょう。前回このお着物と帯に合う帯締めを2つ選びました。この2本でしたね。この2本に合う帯揚げを選んでいきましょう。色数を1色減らすためにこの帯締めを選びました。ですから帯揚げもそれに協力してくれるものがいいんですね。なので、この帯締めの場合はこの帯揚げを選んでみました。同じような色合いが入っています。そしてこちらの薄茶の帯揚げ帯締めの場合はやはり同じような猫の柄が入った帯揚げを選びました。これを合わせてみましょう。こんな風になりました。帯揚げを置いてみました。そこに同系色の帯締めが入ります。素敵ですね。すっきりしてかっこよくて私に合うと思います。ピンクの方もどうですか。ピンクの女らしい色の中にキリッとした感じが入って私に合いますね。はい、この紫も同じだと思います。では次にクリームをやってみます。どうでしょうか。紫にこの、クリームの方の帯揚げを置いてみました。すごく素敵ですね。そして実際にこの帯締めが入りますと、わー素敵、私らしくて素敵になりますね。はい、ですからこの帯締めと2つの帯締めと帯揚げ、2種類の帯締めと帯揚げ、どちらもとてもよく私に合わせて使うことができると思います。帯揚げが入ることでコーディネートが完成いたしました。人のお顔で言うと帯締めは口の部分に当たります。で、帯揚げはそれをサポートしてくれる良き助っ人です。この着物と帯の時のコーディネートの主な目的は色を減らしたいでしたので、帯締めと帯揚げに大変活躍してもらって大変素晴らしいコーディネートになりました。コーディネートってとっても面白いですね。ぜひまたチャンネル登録してご覧ください。またお会いしましょう。